その内容というのは、至急ドイツ本国へ戻れと書いてあったんです。これはドイツ製なんですけれども、もちろんその電報以降、こちらの楽器の到着もありませんでしたし、カール・ボーフ氏は再び現れることはなかったと言われております。その代わりに8名の楽師が乗り込みまして、演奏を行ったそうです。他にも不可解な点があります。例えば、タイタニック号に乗り込んだとある乗客がこんなことを言うんです。この船はタイタニック号なんかではない、オリンピック号だと発言したり、ホワイトスター会社のオーナー、J.P. モルガン、その本人と関係者数十人が出発の直前になって、なぜか全員が乗船キャンセルです。もう何かがあるようにしか思えませんね。先日、このコンサートを考えているときに資料を見ておりました。そこでこんな発見があったんです。私はそれまで氷山がタイタニックの側面に長く消えず、では、お聞きください。死を身元に近づく。